東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。ポリシックスふみです。所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオつけてツイートお願いします。さて今回は音楽の仕事の話、大阪のイベンターグリーンズの力武聡明さんがリモート出演です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。力武です。 UKP ラジオ、力武さんはあれですかね、ラシボ兄さんで会ってますか。おじさんなんですけどね。ラシボ兄さんね。ラシボ兄さんとはよく言われます。ラシボールの、はいはい、ツイートしてる中の人ですね。はい、中です。はい、はい、グリーンズは大阪にあるコンサートの企画や制作を行う会社です。 UK プロジェクトのアーティストでいうとアートスクール、アレキサンドロス、オドルーザ、テレホンズなどなどたくさんお世話になってます。でもちろん大阪の夏フェスラッシュボールのプロデューサーでもあります。はい、ね、初めて会った時って何で会ったか忘れちゃったなもう全然忘れましたね。うん、仕事も含めて、うん、遠藤さんに出会ったのは、うん、多分力武だよね。テレフォンズの学園祭決まりそうだから連絡してもらえる、どういうことみたいなああ、それで初めて会って、うん、そこからはもう焼酎三昧ですよねまあ三昧ですけど、三昧ですけど、否定しない、はい、ライブも楽しくお酒も楽しく今も一緒にご一緒させていただいております。そうですね、はい、はい、つい先日も大阪城ホールで会いましたからね。そうですね、はい、あの時はお酒抜きでしたね。そうですね、さすがに、はい、その後飲みましたけどね。飲んでらっしゃいましたね、はいはいはい、力武以外と飲んでました。はい、清水温泉の清水を飲んでましたねあれなんですね、合言葉は麦焼酎水割りなんですね、合言葉が。まあ目が合えばいやでも力武はそうだわりじゃんか、うん、そうですね、目が合えば今日の夜はいやなことないんですえ俺泊まり取ってないよ今日の夜はどこみたいなねそうですね否定せずの、まあでも最近楽になったよね、泊まり事情に関しては。そうですね、昔だったら全然取れない時あったもんね。うん、すぐ安く取れる、うんうんうん、でも最近土曜日とかやっぱり埋まってきましたね。あ、本当。でもまだまだですね、一時期のあのもう意味わかんない茨城とか枚方とかに泊まらないといけないみたいな、うん、そうだよね、そう、市内のホテルがないみたいな、うんうんうん、だいたい一泊1万円超えちゃうみたいな感じだったもんね。ふみちゃんと力武はどんな頃からどんなもんなの、はい、やっぱり最初はラッシュボールでお会いしたのが最初か、もしくはあの打ち上げかな、お話ちゃんとさせていただいたのはやっぱり打ち上げでっていう。結局伸びですねそうですねはい、本当それです、ね、フォリシックスにはもう本当に昔からお世話になってます。本当にことあるごとに清水温泉、清水さんをかきのけてタグちゃんをかきのけていろいろお願いはさせていただいて、もうあのラッシュボールにも出演していただいて、はい、まあ、タイミングを見計らってまたオファーしますのでもうぜひぜひ。なんかあれかこう言っちゃうとなんか閉まっちゃいますねそうですね、なんかでもそれももう結構前ですよね。あのだいぶ前です ですね、もう、はあ、あの青木さんのテントとかさあ、AAT ってね、はい、もう 今はねもうなんか普通にステージになっちゃってですよね、無法地帯だった ATMC という、うん、AT テントから、ね、ATMC に名を変え、ね、もう今やステージになっちゃいましたからね。しっかりしたステージですもんね。そうだ、しっかりしたステージになっちゃって、うん、もうみんな求める、うん、クオリティを、ね、そうなの、やっぱそうですよ、モニターがないとか、あ、低いとか、そう低いとか照明が少ないとか、なんかそんなに求めないでみたいな、あのステージをって感じですよ。ラッシュボールはね、うん、はい、2020年今年も無事開催できましたね、はい、ね、ラッシュボールってさ、まあ、コロナの影響が
あってもほとんど休んでない印象なんだけど、はい、休んだことあったっけ、うん、今年で24回目だったんですけど、うんうん、まあ、1回あのライブハウス挟んで、うん、24年連続ですね、だよね、24連チャン目終了できました。今年はいろんなところでさフェスが開催されてるけど、まあ、休まないでどうにかしてやるっていう方法をずっと探って開催するっていうことをなんか意地みたいな感じでやってたよね。意地、うん、あ、いやでもねいい経験かなって、やっぱりそのフェスがこう飽和した状態だったじゃないですか、うんうん、2019、うん、もう全国各地どこ行ってもやってるみたいな、うんうん、でまあそれはそれでいいやと思ってたんですけど、うん、まあ、そのやってないうちで、まあ、じゃあ今年もやるかで結局5000人しか入れれないっていう、はいはい、その当時は5000人しか入れれないけどやれればいいやと思ったんですけど、うんうん、やってみたらやっぱ5000人ってめちゃくちゃ少ないんですよね。もう想像以上に少なくて、うん、で去年も結局5000人の制限だったんですけど、うん、まあ、今年もそうだったんですけど8月にやっぱり感染者増えるんですよね、うん、あ、夏ね、うん、この3年目で波一緒かいみたいな、うんうん、でまた増えんだって。でも初年度はやっぱりそれがキーって周りが鳴る、うん、去年は聞いて鳴りかけたけど鳴らないけど裏で波物語がやってて聞いて鳴るみたいな、そうで僕らは逆にやってたけどかき消されるっていう、うんうん、あのでもやっぱり周りはこうあかんあかんみたいな空気はやっぱりすごい、うん、今年は増えてもあんまり気にしないみたいな。あ、そうだね、でやりながらやっぱり去年はその波があって、うん、払い戻しもしたらやっぱ3000兆円までやっぱ着券が悪かったんですよね、うん、だからさらに2020年より少ない人数を経験したんですよ。だから快適で、うん、やっぱり今までそのぎゅうぎゅうでやってて、うんうん、まあ、それはそれで楽しいと、でみんなもなんかこう一体感がこうみっちみちの一体感で盛り上がるんですけど、うんうん、その3000人5000人ぐらいのこういわゆる広大な土地を自由にいっぱい使えるっていうのもすごいいいなみたいな、両極端を経験できたなっていうので、なんかコロナの中でやったっていうよりコロナのおかげで新しい経験させてもらったみたいな感じでしたね。前向きだ。でも前向きにならないと やれないですよ。そんなに少ない人数でさ、採算って成り立ってんの？採算一初年度はね、運転満赤字でしたね、うんうん、で2年目はいろいろやっぱりその補助事業とかいろいろこう工面して、まあ、初年度がすごいもう闇雲にやったんで、うん、いらんぼんも何もかんもいっぱいお金かけてやらざるを得なかったんですけど、2年目はそれ経験できたんで、うんうん、うまいことやれたんでトントンでした、実は。へー、そっか。そうっていう経験もあったんで、あ、うん、これそのいつものように2万人入れなくてもいいじゃんと思えたんで、今年1万5000人で止めたんですよ、うん、はい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 、もう2万売れたんですけど、打ってもよかったんですけど、うん、まあ、リハビリも兼ねていきなり2万人できるかなと思って、うん、ただまあ蓋開けてみたらまあ1万5000人でよかったなみたいな、いろんなストレスとかいろんなことを考えて、あ、そうだ、俺も言ったけどやっぱ よかったもんね、今年ね、ちょうどいい具合にはまったんで、うん、まあ、来年いろんなことが解禁されたら2万人入れたいなっていう感じですよね。うんうんうん、うん、やっぱり段階終えてんのはやっぱりでかいですね、本当に。ああ、そっか、数字も環境も街の人たちも、そう、街の人たちも最初はだんじりあるんだよ、あの街は。うん、うちの祭りやられへんのに、何でお前らよそ者が祭りやんねんみたいなんで、もう町の人たちと2時間ぐらい電話して。そうね、やっぱそのまあ規模の大きいフェスとかにと町の人たちの気分ってすごい大事だもんね。でもやっぱりその2時間喋った人もやっぱり途中でうちのおかんがもう70、80行ってて、うん、コロナ怖いと、うん、よそから持ってくんなと、でも自分はいいと、うん、でもやっぱり周りがやっぱり心配だからっていう
とこから始まるんですけど、うん、まあいろいろ説得、うん、説得じゃないの、まあルールとかいろんな状況をこっちはこういうふうにしますっていうのを伝え、うん、まあもう本当にマンツーマンで答えた向こうもまあ OK とは言えないけど頑張れよぐらいまではなってくれるっていう、うん、ルール守るんだったら頑張れよみたいな感じで言ってくれたんで、まあそれも励みになりましたね、うん、やっぱああいうのがなければ多分勝手にやってるんだろうなっていうのがすごいあったんで、そう言ってもらえると頑張ろう、逆に頑張ろうみたいな、やりきろうみたいなのはありましたね。うん、後付けですけどやっぱりこう直面していかないと、うん、直面が怖くて辞める人の方が多いんじゃない、まあ、もちろんその台風とかねそういうのは多分 100% 無理ですけど、やっぱり人が動かしてるのは人で解決できると思うんですよね。UKP ラジオ、力武さんはですねどうやってグリーンズに入社されたんですか？入社は、うんうん、簡単に言うと縁故でバイト面接して、うん、今の社長の鏡に面談してもらって、はい、3ヶ月ただ働きでバイトして、バイトって言わないですよね、それただ働きで僕が面白いなってすごい、一番最初ソウルフラワーユニオンかな、ライブに行った時に衝撃的で、お客さん暴れまくってるんで、うん、そういうのを体験したことなくて、うん、そこからハマってそのままバイト続けて、あれこいつ来るなって言われて、うん、でちょ3ヶ月4ヶ月後に初めて給料をもらう、バイト代をもらうっていう、しかも取っ払いで昔だね、取っ払いでもらえて、おお、お金もらえた、うん、から今に至るっていう、うんすごい。その取っ払いってさ、1日いくら計算なの？27年前1日5000円でしたね。あ、9時から5000円分かるわ、9時から10時ぐらいまで、分かる分かる、はあ、で1回なんか5 days でチキンジョージの現場があって、うん、5日目に2万5000円もらうって、あ、まだ5000円なんだっていうそれ多分それ1年後でしたけどね、あ、じゃあ 半年後か、まだ5000円かと思いながら、なるほどな、うん、そっから27年なんだ。そう、もう全然そっからなんか自分の中であんまそっから変わってないですけどね、なんかなんつうんだろう、楽しさというか、うん、やっぱりもうずっとは新しいアーティストが出るし、やっぱりポリシックスも含めてやっぱりみんな新しいことを考えてくるじゃないですか、はいはい、音源もライブも、うん、やっぱり全部、うん、全部新鮮、毎回新鮮ですけどね。なるほどな、うん、まあこの UKP ラジオの中ではイベンターの方はですね、今まで清水温泉の清水さんやウエストの塚越さんなどに出演していただいてですね、どんな仕事なのかは少しずつ話してきたんですが、コンサートの現場には1年で何日ぐらい行くの？250日ぐらいじゃないですか。ああ、そのぐらいになるか、やっぱね、自分が担当してなくても自分の会社の、うん、興行だったら行くもんね。耳行きますね。会社自身の本数やっぱり、お、何本、800本とか年間で、うん、今で今年ですごい多いんですよ。今年も400、500ぐらいあるんじゃないですか、都合。コロナどこ行ったっていうぐらい。やっぱ去年と今年比べて結構増えてきたな。もう全然もう、うん、倍どころじゃないですね。あ、そう、うん、疲弊しまくりですよ。いや嬉しい悲鳴が、うん、しかもあれですからね、名古屋だったら日帰りできるじゃないですか。ああ、そうだね、うん、大阪帰んないですからね、絶対泊まるっしょ、うん、東京大阪だったら、うん、僕たち的には帰ってほしいんですけどね打ち上げ問題そう8時45分ぐらいまでに、ね、出れば最終の新幹線乗れますやん、うんうん、そうだね、そう、いや、一番帰らない人がそうだね言うてますだって俺ほら一人だから、迷惑になんない人数だから、なんか みんなバンドの方には帰っていただいて僕一人残るみたいなパターン
多いじゃないですか。ね、一人では飲まないんですよね。そうなの。寂しい、ね、寂しい、寂しん坊なんですね。寂しい特にあの大阪という普段そんなしょっちゅうでもないから、ね、さらに一人具合が寂しくなっちゃうね。寂しいよね、うん、UKP ラジオ、まあ、力武さんはですねラッシュボールのプロデュースでもありますが、うん、例えばさ来年の開催に向けての準備っていつぐらいから始めんの？年によってはブッキングさその年明けた3月から始めたりとか、うんうんうん、年によっては11月ぐらいからやっとその今年のラッシュボールが終わって、うん、生産が終わって、うん、あの事後放送とかあるんですけど、あるね、あるね、地上波で、うんうんうん、ああいうのも一連が終わってからも次始めるとか、うん、その年々ですね。なるほどね。そういう時ってさなんかさテーマみたいなものあんの？あるいは核になるバンドから攻めていくとかさ。最近の傾向は、うん、今年違ったんですけどね。今年例年の傾向だとやっぱり鳥は誰だろうから始まりますね、うんうんうん、こうイメージして別にそこにはオファーせずそれが鳥だったらで、うん、あのオファーするアーティストを決めるという。ごめんな、ね、ごめんね、ちょっと鳥を考えて鳥がこうだったら、うん、こういう組み合わせとかこういうバンドとぶつかったら面白いかなって考えるんですね、うんうん、だ10組いる中の10番目を先にイメージして、うん、であこれって10がほわっとそれを別に決めにかからずに、うん、それを仮に置いて、うん、で1から9を、うん、それもふわっと考えて、うん、そこでは、まあ、大体毎年それでハマるんですけど、うん、イメージが。でまずは、気が向いたその1から10の気が向いた順から声かけていくっていう。だから鳥から声かけることもしないんですよ毎年。あ、だからそれありきにはしたくないんですよね最終的に。鳥を考えるくせに、そうなんじゃないかなってバーって10個考えて、うん、でふわーって決めてって、まあ絶対的に全部が全部 OK 出ると全く思ってなくて毎年。あ、そうだね、うん、で鳥を決めに行ったつもりが出れませんって言われたら一番悲しいじゃないですか。そうだね、うん、だから全部をふわーっとしながら最後にこの最後じゃない途中で鳥が決まると一気に全部決めにかかるっていう。でも1から10のさ気が向いた順っていうのはさその話すごい面白いんだけど俺、うん、なんかみんなそわそわするじゃないですか。あ、うんうん、あ、例えばまあ、うちの社内の話なんですけどやっぱり自分の担当アーティストを出したいとか、はいはい、まあ、大手事務所、うん、UK プロジェクトの次ぐらいの大手事務所。いやそんなに大きくない悪口の人から今年出してくださいとかいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、それはこう傍らに置きたいんですけどやっぱりそういうのが出てくるんで。それはそうだよね。そういうざわざわがする前に先に声かける、いわゆるこっちから先手打つか、もうざわざわしだしたらやっと動き出すみたいな、うんうんうん、までは置いとくみたいな。まあ要するにさ、そのグリーンズの社員の人もさ、いろんなアーティストを担当してるわけだから、うん、なんか出れるもんなら出たいよなみたいなさ、そういう、うん、気配は出すよね。出しますし、このうん、本当に十数年ですけど奇跡的にその現場が被るってことがないんですよね。いわゆるラッシュボールでみんな開けてるみたいな。もちろんそのラッシュボールに日程をぶつけたくないっていうのもあると思うんですけど、うんうん、みんなちゃんとそこを開けて自分の担当が出る時を待ってるみたいな感じなんでしょうかね。よくわからないですけど、絶対ここをかぶせないんですよね。なんで、うん、絶対ラッシュボールの時は全社員が会場にいるっていう。へー、うん、なんでまあまあまあ、そのなんだなんつうんですかね、まあ、そういうこと言われたことはないですけど、うん、まあ、そういうのも気持ちも組んで今年これ出したいんですっていうのは
できるだけ拾ってあげたいなっていう思いはあります。うん、あれやっぱり2日間とか3日間とかやるじゃん、はい、やった後ってちょっとなんか燃え尽きる？燃え尽き、ね、毎年燃え尽きてますね。うん、やっぱり2000あの泉大津に移ってから2005年からなんですけど、うんうん、2005年が一番ピークで何も分からずに やりだしたんですね、うん、ラッシュボール自体を僕が、うん、その年がもうやっぱり、まあ、名だたるアーティストにも出てもらったんですけど、やっぱりこうアーティスト本人も含めてこうやっぱりこう挨拶できなかったっていうのがあって、やっぱ現場が必死すぎて、で結局何組かにやっぱり誰がやってるのか分かんないっていう声を後で聞いて、うん、それが一番こう悔しくて、うんうん、でも現場終わってみたら、まあ、やっぱりその現場の疲労感で倒れるんですけどちゃうなと、倒れる意味がちゃうなと、うん、で2006年以降はやっぱりちゃんとアーティストの顔を見て僕が誰だかを分かってもらって、僕も出てもらう人たちを分かってやろうと。だから、まあまあ、やりだしてからなんですけど、今では2日間で42組、はいはい、42組なんですけど、まあ、42組がさすがに ATMC まではこう深くは網羅できないですけど、はい、顔だけは覚えてほしいなっていう思いでやってると、やっぱりアーティストと対峙すると倍疲れるじゃないですか、やっぱりそうだね、うん、そっちの燃え尽き方は毎年燃え尽けてますね、それで、うん、なるほどな、うん、それは楽しいのか。いや逆に顔が見えた方がリアルにこう言ってくれるんで、うん、やっぱこうした方がいいとか、僕らはこうしたいとか、うん、ここに乗ってるステージの意味を分かってほしいみたいなのも出てくるんで、やっぱり、うん、やっぱりそれを直接聞かされると、あ、こうしようって、もう本当に修正できるんで、こうなんていうんですかね、ブレないというか、なるほど、こっちもブレずにいられ、あ、ブレたらあかんって思うっていうか。なるほど、うん、今までのさ、うん、はい、ラッシュボールでもいいし、ラッシュボール以外でもいいですが、今までの経験で嬉しかったこと。嬉しかったこと、この間、うん、僕もいろいろこう体壊しちゃったりとかしたんですけど、はい、そういうことも含めて、うん、僕の好きな曲を、うん、アンコールでお前のために歌ったぞって言われたことがあって、でそういえば、うん、いろんな自分の担当のアーティストとかいろんな人に、あ、結構そういうのあるなと思って、うーん、久しぶりにそれをこう言われたのに、あ、他のアーティストにも そういう経験あるわと思って、あ、俺幸せもんだなと思って。うーん、でそういう時って泣くの？泣かなかったですね。もう嬉しさ絶頂で終わる。いや、だって あの曲を選んでもらったのはすごい嬉しいんですけど、歌ってる先はお客さんなんで、はいはい、やっぱり僕は心の中でめちゃくちゃ嬉しい。なるほど。でも僕のこう何やろ、心の中で止めとこうぐらいな感じなんで、涙までは流しちゃあかんかなと思って。え、で家でさ、ドラマとか見て泣く？泣く。泣かない？泣く。あの悲しい、あの何やろ、あれ大好きです。あの感動する CM とか、感動する CM とかの、そうそう、感動する動画集みたいな、あの海外とかインドとかの、はい、ああいうのを逆に自分で探して、うん、焼酎飲みながらボロボロ泣いてます。デトックスですね。UKP ラジオ、あのライブの企画とか、はい、制作をしたいということはどういうことをなんかこう頑張ったらいいと思いますか、北竹さん的には。いやでも、うん、パッと考えてこれいいって、僕もその20、うん、その5000円バイト代もらい出してから、うん、やっぱりいろんなこうライブとかコンサートに携わりながら、うん、もうその当時だとポッドショット、はい、ペンパルス、うん、ポリシックス、うん、イベントタイトル 3P これ絶対売れるって やってました。そら考えても、これ絶対これいい、これ絶対これやろうって、誰に相談していいかわからないで終わるっていう、うんうんうん、
でもなんとなくこうそのそれ今でも思ってるんですけどね、ペンパルズも動き出したしまたそうですね、で、まあ、僕らの世代なんだけどもう一回り巡って多分絶対新しいと思うんですよね、と思ってあのヤングパンチをラッシュボールで今年取り上げたんですけどね、伝わったのかな、みんなに。今一回り巡ってヤングパンチとか面白いと思うんだけどなと思いながら、面白いと思うよねっていうのもあって、やっぱりそういう思いがやっぱ僕も20代それ、思ってるのを永遠思い続けると別の形ですけど夢は叶うんじゃないかなっていう、その思いが強いよ。あのなんつうの、それをどうやって努力したらいいですかって、あんま努力の仕方はあんまないんじゃないかなと思って、それは別の仕事をこう目の前にある仕事をこなしていけばたどり着くんじゃねえとは僕は思って僕の経験上は。なるほど、なるほどな。だから別に専門学校行こうが、四大に行こうが、別に高卒だろうが中卒だろうが全然気になんなくて、目の前にある面白そうっていうとこがコンサートにつながればコンサートのことでやればいいし、それがなんかウェブのことだってウェブやってたらその思いだけ続いてたらたどり着けるような気もします。やっぱそこに対する熱意みたいな。そうですね、やっぱそこなんですかね、やっぱ諦めちゃうんですよね、やっぱり無理だと思って、やっぱ諦めずにやればどっかたどり着くとは思いますけどね。ちょっと話は戻るけどさ、その P にこだわるっていうのってさ、まあ青木は東京でやってたさ、P ナイトみたいなのがありましたね。で、3P まで絞り込んで絞り込んでいくとパンチ出るじゃん。ワードも。それが青木と力だけど個性なのかなって今ちょっと思ったんで。あの時代、特にあの時代は青木さんばっかりだったんで僕も。ああ、そっか。本当に青木さんももう。まあ、言いにちゃってるぐらいな感じだったんで大阪で。ああ、なるほどな。やっぱり思考は似たかもしれないですね、その当時。そう考えると P つくバンド多かったですね。多かったですよね、P ナイト。そう、さっきの話のなんかこう流れなんですけど、その、生田さんがこう例えば面接するときとかその、やりたいとかこういう人が来るじゃないですか、そういうときってどんなことを重要視します？もういや僕は元気だったらそれでいいかなと思うんですよ。元気だよ、何でもできる。そう、こうやってこんなんやりたいですと元気やなっていうのはもう、なんとなくこう、頭でっかちでこう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 って言われるよりは、こんなんがいいっすっつって、こいつアホやなっていう方が、なんかなんとなくへこむ時も激しいですけど、そういう子って。でも戻ってくる時もやっぱり力強く戻ってくるんで、やっぱりドア玉は元気な子がいいですね、本当に面接する時は。そうですね、支離滅裂でもいいから喋ってこいって感じですね。ガンガン。なんかさ、その一番最初のその大阪の僕が知らないとこ学園祭からテレフォン出ませんかっていう話が来たんで、一回間に入ってより来たけっていう話だったと思うんだけど、 その時の向こうの学生の代表がクレモトっていうやつで、巡り巡ってクレモトは今グリーンズの社員なんです。へえ。そういう、そうだから、まあそれ、そこで知り合ったんだよね、一回ね。で僕も遠藤さんが電話かけてきて、その、話しといてよって、先がクレモちゃんだったんです、でクレモちゃんに、いやこう言われてるけど、えまだ決まってると思って何言って喋ってたけど、まあ一回会うかっつって、でテレフォンズのライブの時にみんなで会ったんです。でも一回ばらけたんですけど、学園祭は僕も行かなかったですし、学園祭はつつがなく終わったらしいんですけど、終わったんですけど、その後僕もその子が気になって、うちのバイトを募集せえへんかっつって、
僕の中ではもうすぐ拾おうと思って、そこは何だったんですか。やっぱりね、アホやったんですよ元気なアホやったんですよそうだ、ね、元気なアホでもうめっちゃ真面目そうにこう最初のこう対人時は、対話する時はすげえ真面目そうに来るんですけど、もう一瞬で明るさ全面みたいな、あこの子は受けると。でもうプラスやっぱりテレフォンズっていうつながりも大きくて、やっぱりテレフォンズを好きだっていうのが前面に出てたんで、あこれはうちの会社に入ってもらったらテレフォンズ担当してもらえるかなと思って、ただすごい面白いこと生まれるんじゃないかなっていうのもあったんですけど、まあ、途中でテレフォンズは解散するんですけどね解散はしてるんで活休暇、お休みが、お前今わざと言ってたよ活休しちゃうんですけどね、よし今からやるぞってクレモちゃんがやるぞって言ったら活休ですみたいな、あれみたいな。でもすごいですね、そのやっぱ縁がどこにあるのかわからないですね。そうですね、うん、やっぱ好きなことは好きってこう言ってた方がそういう縁とつながりやすいですね。でも最初クレモちゃんはデスクから始まってますからね、現場じゃなくていろいろ教えようと思って、いろいろ経験してもらおうと思って、デスクを経験したりケータリングを経験したりいろいろ経験した上で、そのまあ世に言う制作担当みたいな、アーティスト担当みたいなまで、やっぱりそうするといろいろ見えるっていうか、向いてる仕事とか、そうで、あとどうやって手配されてんだろうとか、あの人見知りの人っているんですかね。イベンターさんって本当ものすごいいろんな数の方と、あのいろんな方と会ってお話するじゃないですか。で、遠藤さん人見知りじゃないですか。そうだよ、そうです、ね、もちろんそうです。社交的要素を秘めた人見知りですよねいや、まあ、役割としては一応頑張るみたいなことですね、はい、まあ、でも人見知り、まあどこまで人見知りを、まあ、隠す必要はないですけど、ね、どこまで人とこう対話できるかはノルマかもしれないですね。なるほどね。人見知りにとって、うーん、っあの人と話できたとか、ああいう感じでできたっていうのはやっぱり人見知りではやっぱり乗り越えられないかもしれないですね。やっぱ一人ではできないですよね。なるほど。グリーンズって、グリーンズって今スタッフは募集中なの？今はしてない？してな、まあ中途採用はしているので。なるほど。あの随時連絡していただければ。わかりました。はい。クレモトの話が出たついでにですね、はい、ちょっと余談を指すんですけど、この間大阪城ホール行った時に清水温泉の清水さんに、なんかうちの新入社員ですって紹介された子が。すごい UKP ラジオを聞いてくれてるって言ってたんで、聞いてる？いやその話力竹にしといたよ。力竹です、はい、温泉最高お母さんがねめちゃくちゃブルーハーツファンらしいんだけど、でも20代ってそういうことだよなと思って、回りますよね、回りますね、そういう人が出てきて、ね、で20代で、まあ、清水温泉入るみたいな、私も何かやるみたいな、いい話だなと思いました。本当に。力竹家の子供たちは全員アレキサンドロスが大好きです。おお。よいしょ。よいしょ。UKP ラジオ。力竹さんがですね、話しておきたいテーマがあるということなんですけれども、この2、3年でレーベルとマネジメント、ミュージシャンのとか割り方はちょっと変わってますか？なんか海外のアーティストがそうなのかは分かんないですけど、やっぱりミュージシャン自身がもうマネージメント機能というか、パーソナルオフィスというかが増えたなっていうのも、ここすごい身近に感じるし、やっぱアーティストと今までだったらやっぱりマネージャーと、まあ、制作の人とかレコード会社の人とかいろいろ介して話してたことが、まあ、昔以上に増えたなっていうか、アーティストと直接話をして、はいはい、大阪こうしないっていうのを、もちろんそのマネージャーがいないわけじゃないんですけど、うん、なんかこう一緒に話をするっていうか直接、
なんて言うんだろう、アーティストが今以上に、今まで以上にすごい前に出たがるじゃないな、なんでしょうね、言い方わかんないですけど、うんうんうん、で、あのさ、あの例えばさ、ベテランになったりさ、うん、大物感が出てきたりすると、うん、っていう場合ってあんじゃん、うん、そういう話、それとも若手なんだけど、もうそのバンドのリーダーが、いや若手がそうですね、うん、やっぱり若手がバーンって出て、まあ、もう若手、まあ、中堅若手で、やっぱりマネージャー話聞くと、うん、もうアーティストにマネージメントされてると、うん、マネージャーが、うん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 、これマネージャーじゃなくていいんじゃねみたいな、お前が言うっていうこともちらほら聞くようになったので、でもやっぱりいろんなこうオーソライズ、全体オーソライズするとやっぱり自分ではできない、うん、結局マネージャーがやる、うん、でも全部をやらそうとするわけではないみたいなのが結構増えてきたなっていう、その若手の、やっぱり全部を知りたい、なんて言うんですかね、全部を自分でこう主導権じゃないな、難しいですね、わかる、あのね、うん、なんかね、やっぱり自分で全部分かりたい人っていうタイプの人は増えてきたと思う、うん、昔に比べて、うん、そのなぜこういうスケジュールになってるのかとか、なぜこんなに人が入ってても赤字なのかとか、うん、だからそのお金の出入りとか、うん、スケジュールの組み方とか、あるいは自分がどのように見られてるかみたいなことをすごく全部把握したいっていう人は昔に比べて増えてると思うんですよね。でもそれやりだした、それ考え出したら、うん、速度めっちゃ落ちるんですよね、進む速度がそれは分かった、ちょっとそれは置いといて、もちろんその後々蓋開けてみて大変だってなるのはダメかもしれないけど、うん、それも含めて、じゃあここで今タイミング、この瞬間に行けっていうタイミングを絶対逃すような気がしてて、そうだね、どっかでさ、なんていう勘みたいな、えいやっていうところあるよね、じゃないと道が開けないみたいな、僕それすごい大事だなって思ってて、うん、この間ゴーゴーバニラズの大阪城ホールのワンマンがあったんですけど、はい、城ホールたまたまうちの岩井君に言ったら、あの土曜日が取れて、うん、取れたからっつって、吉田力に速攻電話して、うん、マネージャーね、そう、はいはい、マネージャーの、うん、取ったよっつって、えっ、ー、って言われて、うん、やりますっつって、もうここやろっつって、うん、でも吉田力はもう結構2年先までスケジュールをこうプランニングしてやるタイプなので、うんうん、えそこみたいになったんですけど、うん、じゃあ武道館取れたらって、武道館取れたらやろうみたいな、うん、で結局2日間とも今回は売り切れ、もう情報欄もあと数百枚だったんですけど、うん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 、いいタイミングでいいライブになったので、それはそれでインスピレーションだろうみたいな、ここでやるときみたいな、うん、力にも言われて、あれイレギュラーすぎてっつって、うん、でもここでやるときやったんちゃうっていう、で次はまたライブハウスやりましょう、もう全然それでいいっしょみたいな、一回バーンって広げといて、うん、こっから楽じゃんっつって、っていう、やっぱりこうなんとなくこうアーティストも多分最初不安になってると思うんですけど、うん、やっぱりそこはスタッフを信じてくれたのかなっていうところが絶対的にあると思うんで、うん、やっぱり信じてもらえるとこは信じてほしいなっていうのはすごい、その、まあ、もちろんアーティストがバーンっていくよりは、やっぱその信頼関係はいるよなっていう、さっきのさ全部分かりたいとか全部予想したいっていう話の中に、うん、あの SNS のなんかね、うん、普及の仕方っていう話がすごいでかいと思うんだよね、うん、そう思います、なんかその音源の話であれ、そのライブの話であれ、その直接アーティストに反応がいっちゃうじゃん、だからなんかいろんなことに先回りして対処しておきたいっていう気持ちを持ってるアーティストって多くなってると思う、なんか、うん、そうですね、あ倍増するっすよね SNS って、被害妄想というか、100人しか言ってないのに何十万人に言われてる空気になるっすよねあれね、うんうんうん、それはもうやっぱりラッシュボールのコロナですごい感じましたもん、ラシャボ兄さんもやっぱり言われる、あ
コロナはすっげえ言われましたね、2020年の時は。すっげえコメントついてましたけど、それは最初はすっげえ気にしてましたけど、21年は全く見なくなりましたね。どうで、一番最終的には来ない人が言うから、それはあるよね。来ない人に対して、来ない人とか見ない人とか興味ない人に関してはもう完全に、まあ、言わしといて、もう自分の中でフィルター貼って、あの気にしないようにしたらすげえ気楽になって、でもまあそういう声もあるんだろうなって、こっちはもう想像する幅を広げようと思って、そんな人がいるんだろうなって、こっちがそれをまず考えるみたいな、言ってくるであろうとか、逆張りするようになりました最近。まあ、僕はアーティストが全部把握したいっていうことはいいことと思いますけれども、その、あの把握できないから他のスタッフをあのパートナーにするみたいな、そういうやり方もをする人も多くて、まあ、その人がねどのぐらいキャパがあるかっていうことにも関わってくると思うんだよね。全部やろうと思ってそのためにものすごい何から何まで遅くなるタイプの人はやんない方がいいし、そうですよね。でも自分でやった方が早いなって、めちゃくちゃ優秀な人で何でもできるようなタイプの人もたまにはいるから、最後にですね、力武さんが今後チャレンジしてみたいことは、仕事でもプライベートでもいいんですが。チャレンジ、まあ、今夢段階なんですけど、5年前にラッシュボールが20周年の時に台湾行ったんですね、ラッシュボールイン台湾、で来年25周年なんですよ、で、まあ、海外行きたいなってまた思っていて、なんかみんなで海外行きたいんですよね、今この閉ざされた日本を、まず井の市まで僕も飛び出たいんですけど、まあ、一人で飛び出ずにみんなで行こうぜみたいな感じで、で行ったことない人とかも、今の20代そのコロナで2年間オンラインばっかりだった人とか、きっかけがないじゃないですか、なんか外に飛び出る、そういう人たちのきっかけも含めて、なんかこう海外行こうぜみたいな、もう近場でも全然、韓国でも台湾でも、東南アジアでも、近場でもいいんですけど、なんかそういうきっかけを作りて、まあ、来年に限らず、来年はまあそういう大義名分があるんで、そういうの作りやすいかなと思うんですけど、まあ、そういうのもきっかけで、まあ、この数年でみんなでこう外に飛び出るチャレンジをしたいなっていうのはあります。いいですね。いや、もちろん日本も大好きですよ、日本も大好きなんですけど、もう僕自身もそのチャレンジするには限られた、そうなんですかね、やっぱり若さには勝てないなっていう、その若いエネルギッシュな、その昔のクレモちゃんみたいなアホみたいな今でもアホみたいな発想しますけど、やっぱりそういうこうバカらしいとかアホらしいっていうのは絶対的に必要で、やっぱり何かの原動力になるかなっていうのは、もう本当にこの数年、逆に今溜め込んでる部分もいっぱいあると思うんで、気持ち的にも世界観的にも、僕はそういうのを解放できるようなチャレンジをしたいと思ってます。僕ハワイって30年前に1回行っただけなんで、ぜひ連れて行ってもらえるといいですね。ハワイいいですねいいですね。なんか1回行ってすげえ良かったけど遠いなと思って、そこから30年ぐらい行ってないんです。ハワイ遠いですね。インハワイが、遠藤さんぜひできてくださいいいけどそれはいいけど、みんないるんだったら、なんかご飯は一緒に食べていいでしょ、それそれはもちろん寂しん坊がUKP ラジオ、グリーンズの力武聡明さんをお迎えしてお送りしてきた UKP ラジオもそろそろお別れの時間です。ありがとうございます。
ました。本当面白い話ができなくてすいません、清水さんばり。いやっていうかね、うん、俺言うのも変だけど、うん、力武って真面目な話もできるんだなと思って、おい嬉しくなっちゃった。打ち上げの時のイメージとのこうギャップというか、打ち上げの時はちゃめちゃですもんね。うん、最高です。飲むだけだって寝てんだもんだって尻滅裂で最後寝てるっていう、はい、最高ですね。よかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様からの感想もお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオつけてつぶやいてください。 UKP ラジオのツイッターアカウントもあります。ぜひこちらもフォローお願いします。そして UKP ラジオのメッセージフォームも開設しています。こちらでは今後来てほしいアーティストやトークテーマなどを募集しています。 UKP ラジオのツイッタートップに固定してありますので、そのリンクから送ってください。お待ちしております。 UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一とポリシックスふみがお送りしました。